では強盗の発生現場から犯人を射殺したスレッジハマー刑事にお話を伺います。刑事、どういう状況でした？だから俺が店に飛び込んだら2人組がショットガンを振り回していたんだ。で、俺はマグナムで2人をぶっ飛ばし、それからオムライスの材料とカクテル用の酒とオリーブを買ったというわけだ。でもハマー刑事、本当にそこまでの必要はあったんでしょうか？そりゃそうだよ、うちに酒を切らしていたんだから。スレッジハマーと言ったな。何者だ？バカです。どこつっついても完全なバカです。